それじゃあね、制作の方、次のね、メカデッキの取り付けという項目に入っていきたいと思います。まずこの E の4、E の7というこのパーツをもう取り付けなきゃいけないようですので、まあ、これ当然ね、車体にも固定するってことになると、車体色で、塗装しておかないと、まあ、後々困ってしまうんでね、これをまず切り出して、塗装を行っていきたいなと思います。とあとなんかフロントにシートを貼るってあって、ステッカー式って書いてあるんで、このおそらくこのシートだと思いますので、これもね、そうすると車体色で塗っておかないと、おかしなことになってしまいそうなので、まあ、これの塗装と、これらの塗装をねやっていきたいと思います。まずまあゲートをねカットして、もう割とちょっと太いんでね、あんまりこうギリギリでやっちゃうとえぐったりして大変なことになるんで、そこそこちょぴっと残しながら、切って、削っていきたいと思います。こんな感じでね、あとはこれをまあヤスリで、削っていけばいいかなと思いますので、まずは荒削りとして金ヤスリを使ってね、この残してカットした、ゲートを、まずは大まかに削ります。である程度このように削り終わったら、サンドペーパーを当て木したものでこうさらに削ってあげればきれいに、なるかなと思いますのでね。これで綺麗になりました。これ今400番から600番という形で、400番から800番とかけてきましたんでね。はい、これで綺麗に一つね、ゲート処理ができましたので、もう片方のパーツもやっていきましょう。これで、ゲートの処理が終わりましたので、あとは塗装ですね。こちらがまあ車体側になって隠れますので、ここはまあね、隠れてしまうということもあって、まあ、持ち手をつけても大丈夫だと思いますのでね、ある程度隠れてしまうということで、この辺りに持ち手を、つけてやっていきたいと思います。よいしょ。これをどうしようかな。持ち手を何かつけたいよね。このままじゃペロペロだけど。まあ、その時によくね、よく私が使ってるこのホームセンターでなんか売ってる、まあ、建材コーナーにある、まあ、こういう
なんていうのコーナーですね、 L 字の、まあ、そのプラスチックのやつをね、こうまあ使いやすいサイズにカットしたのを、持ち手によく使いますけれども、まあ、大体2、300円で、90センチぐらいのが買えますので、まあ、それをこうやってカットして使うとね、簡単な持ち手になります。まあ、どうやって使うかって言ったら、単純にこれにまあ両面テープを貼り付けて、そこにまあ塗りたいパーツをつけて、まあ、持ち手にするだけなんですけれども、こういう感じでね、つければいいかなと思います。それじゃあ塗装やってみたいと思います。はい、それではね、塗装を行っていきたいと思います。前回同様、下塗りに、まあ、オキサイドレッド、塗装して、まあ、その上からね、この間塗装した、まあ、調色したグリーンを乗せていく形になるかなと思いますのでね、では塗装していきます。最後にこのシートの方ですね、これも、オフサイドで塗装してみましょう。じゃあ、あとね、乾燥を待って、グリーンをね、乗せていきたいと思います。はい、そうしましたらね、次はグリーンの塗装をしていきたいと思います。ワンパートですね。
ったら最後このねフロントに来る、このシールも同じようにグリーンで塗装していきましょう。こんな感じで塗装できましたので、あとは乾燥を待って、組み付け、していきたいと思います。